ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。体重計とにらめっこなんかしてどうしたんだ？察しなさいよ。太っちゃったのよ。今回は楽して痩せられる方法、みたいな解説お願いするわ。それはしないぜ。地球よりも重力の小さな惑星に移住すれば体重を減らせるぞ。その手があったか、とはならないわよ。だが、運動せずに痩せられるぜ。地球を飛び立つ苦労はダイエットの日じゃないけどね。ということで今回は、太陽系惑星重力ランキングを解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。今回のランキングは太陽系惑星だから本来はランキング外なんだが、一応この星も紹介しておこう。どの星？太陽だ。おお、相当重力きつそうね。一概には言えないけど、重力はその星自体の質量とも比例するわけだからな。太陽ほどの大質量を持つ天体であれば、その重力は相当のものになるぜ。それで、どれくらいの重力なの？なんと地球の28倍だ。28倍。つまり、地球上では体重 50kg の人でも、太陽の地表で地球重力基準の体重計に乗れば 1400kg。つまり白宝石約9人分にも相当するわけだ。わかりやすいようなわかりにくいような。まあ、8つもの惑星の軌道運動に多大なる影響を与え、周りを公転させているんだから、相当の重力を有していることは想像つくだろう。太陽系、なんて名前を冠するぐらいだもんね。さて、ここからが本番だぜ。次からは太陽系惑星の重力ランキングを発表していくぜ。待ってたわ。第8位の惑星は太陽に最も近い惑星である水星だ。英語で言うとマーキュリーだ。水星は太陽系惑星、しかも地球型惑星なのにあんまり目立たない惑星よね。どんな惑星なのかしら？水星は太陽系惑星の中で最も小さい惑星なんだ。質量は地球の 0.055 倍で、直径は 0.38 倍しかない。かなり小さい星なのね。それに水星は重力が小さい上に太陽からの距離も非常に近く、大気がかなり薄いんだ。温度が高すぎると物質の分子の運動が激しくなって、水星の重力からも逃げられてしまうからな。人間なんて生きていける環境じゃないぜ。水の星なんて名前なのに、生命体に全く優しくない惑星ね。さて、気になる水星の重力だが、なんと地球の 0.38 倍だ。弱。あのボブサップでさえ、水星では 55kg 程度にしかならないぜ。あんな野獣がそんな軽量級になったらなんて考えたら恐ろしいわ。ちなみに、もしも水星で垂直飛びをしてみたらどれくらい高く飛べると思う？だいたい2倍とかその辺かしら？まあ、そんなもんだ。地球で垂直飛びの記録が50センチの人が水星でジャンプしたとすると、およそ120センチは飛べるだろうと想定されているぜ。かなりの高さね。ちなみに、垂直飛びの世界記録は NBA プレイヤーのデビッド・トンプソンによる122センチだぜ。助走ありならゴールの後ろにあるゴール板の上端にも手が届いたことがあるらしいぜ。あれ？その人だけ水星でバスケしてた？もしもトンプソンが水星でジャンプしたのなら、2メートルは優に超えるだろうな。死ぬまでに水星で NBA プレイヤーが本気でバスケしているところを見てみたいものね。可能ならな。続いて第7位の惑星は火星だ。英語名はマーズで、これはローマ神話の神マルスに由来する。地球の一つ隣の惑星ね。火星は地球型惑星の中で最も太陽から遠い星だ。質量は地球の 0.107 倍で、直径は 0.532 倍ほどの小さな惑星だな。火星の重力ランキングは水星とほぼ同率、つまり地球の 0.38 倍程度の重力だ。水星より大きいのに、水星と同じくらいの重力しかないのね。火星は地球人類型惑星に移住する際の有力候補よね。レ夢ムはマーズ1計画というのを知っているか？何それ？2013年頃に結構話題になった計画で、なんと2025年までに火星に永住地を作ろうとしていた組織があったんだ。2025年に？もうすぐじゃない？レ夢ムは火星に移住できるならしてみたいと思うか？行ってみたい気持ちと行きたくない気持ちが半々って感じね。その計画によると、一度火星に移住すれば技術的に可能になるまで二度と地球には帰れなくなるらしいがな。ひえ、じゃあいいわ。もっと言うと、マーズ1は破産宣告していて、マーズ1計画が実行される機会は永遠になくなったがな。第6位の惑星は、木星型惑星の天王星だ。英語名はウラヌスで、これはギリシャ神話における主神ゼウスの祖父にあたる神の名前を由来としているそうだ。天王星は広義的には木星型惑星に分類されるが、実際には木星のような巨大ガス惑星ではなく、水や氷によって構成されているため、細かい分類では天王星型惑星あるいは海王星型惑星に位置しているぜ。天王星ねー、いまいちパッとしない惑星よね。おいおい、ひどい言い草じゃないか。と言ってやりたいところだが、調査研究が進んでいないのは事実なんだよな。実際に天王星に接近しての探査を行ったのは、1977年に NASA によって打ち上げられたボイジャー2号だけだからな。まだまだ謎多き惑星なのね。天王星は太陽系の中では2番目に太陽から遠い星だ。質量は地球の 14.53 倍を誇り、直径は地球の 4.01 倍に達する。めちゃくちゃ大きな星ね。だったら重力の方も相当なものになりそうだわ。注目の重力は、なんと 0.89 倍だ。地球より重力小さいんかい。天王星の重力は確かに地球よりも小さいが、とはいえ劇的な差があるわけでもない。天王星の地表でジャンプしたとしても60センチ程度と、地球より若干高く飛べる程度だろうな。やっぱりパッとしないわねー。じゃあ、天王星についての面白い情報を霊夢にくれてやろう。何かしら？霊夢は地軸という言葉を知っているか？まあ、説明しろって言われたら難しいけど、大体はわかるわよ。それはよかった。地軸っていうのは自転軸と言い換えることもできる。地球における地軸は公転軸に対しておよそ 23.4 度傾いているというのは周知の事実だよな。大雑把な解説だが、この地軸の傾きがあるおかげで式というものが存在している。そうね。だが、天王星の公転軸に対する地軸の傾きは、なんと約98度なんだぜ。98度？そのため、天王星における南極、北極といった極地点では、昼と夜がそれぞれ42年間続くんだそうだ。昼だろうが夜だろうが42年間も続いたら気が狂いそうよ。天王星の自転軸がなぜここまで傾いているかという原因としては、巨大天体衝突説が有力なんだそうだ。どの程度の大きさだったのかしらね。少なくとも地球レベルの大きさの天体がぶつかっていただろうと推測されているぜ。それも2回。2回も？そうでもしないと、天王星ほどの巨大惑星の傾きは変化しないだろうと言われているんだ。さすが宇宙といったところかしら。続いて第5位の惑星は金星だ。地球型惑星に戻ってきたわね。金星の英語名はヴィーナスで、これはローマ神話における女神ウェヌスに由来している。さらに補足するなら、メソポタミアでは美の女神イシュタル、イナンナ、ギリシャではアフロディーテなど、金星は世界各地で女神の異名を冠することが多いんだぜ。あれ？どうしたんだ、霊夢？美しい女性が金星の名前の由来になっているのよね。なんで私の名前がついてないの？こいつ本気で言ってんのか？太陽系内では大きさ、平均密度が最も地球と近いため、地球の姉妹惑星と呼称されることもあるそうだ。地球上では太陽、月に次いで明るく見える。明け方に見える金星は明けの明星、夕刻に見えるのは宵の明星と呼ばれているが、それはもはや説明不要だろう。地球のお隣さんだもんね。金星の質量は地球の 0.82 倍、直径は地球の 0.95 倍だ。この情報だけでも地球とよく似ていることがわかるだろう。確かに。さて、気になる重力の方だが、金星の重力は地球の 0.91 倍だ。かなり地球と近い値ね。そうだな。もし金星に降り立ったとしても、重力の上ではあまり違和感を抱くことはないだろう。もし金星でジャンプしてみたらというシミュレーションでも、60センチ程度が関の山だろうと想定されていて、そんなに面白い結果は出ていない。肩こりが若干楽になる程度でしょうね。このように地球との相似点が挙げられる金星だが、その実、地表は過酷な環境にあるというのを知っているか？そうなの？例えば、金星を覆う大気の主成分は二酸化炭素であるというのは有名な話だ。その分厚い大気の層によって温室効果が引き起こされ、金星の表面は昼も夜も最高470度と極めて高温なんだ。そんなんじゃ生物どころか、液体すらも存在しなさそうね。ところがどっこいそうでもない。水があるの？水ではないが、金星でも雨は降るんだ。意外ねえ。硫酸のな。地獄じゃない。それに、金星の大気圧は地球表面のおよそ90倍もあり、これは深海900メートルでの圧力ほどにも相当するぜ。想像もできない環境ね。ちなみに、人類の最高潜水深度は332メートルだ。それ以上は人体では耐えられないだろうから、もしも金星の地表に立ったとしたら鼓膜は瞬く間に破裂し、全身の臓器がズタズタのボロボロに破壊されることだろうな。テラフォーミングにはとことん向かない星なのね。さて、第4位は我らの母なる惑星、地球だ。きたー。まあ、重力については言及することもないだろう。直径は 12,756km で、質量は 5.974×10^24 乗kg だ。まあ、今更新しい知識もないわよね。じゃあ、こういう話は知っているか？同じ地球上でも重力の代償が変化するっていうのは、そうなの？地球に限った話ではないんだがな。天体というのは常に自転している。つまり回転しているんだ。そうね。回転している物体の外向きに働く力のことを何と呼ぶか知っているか？外向き？遠心力かしら？その通りだ。そして、重力というのは天体自身が有している引力と回転によって生じる遠心力の合力のことなんだ。へえ、引力と重力って同じ意味じゃなかったのね。しかし、同じ天体でも重力の異なる地点が存在する。地球上では、それが極地点と赤道付近なんだ。どうして違いが生じるの？そりゃそうだろう。コマをイメージしてみろ。コマの回転軸にかかる遠心力と、コマの側面にかかる遠心力ならどちらの方が大きいと思う？側面ね。そうだ。つまり、回転軸に最も近い極地点では遠心力が弱く、回転軸から遠い赤道付近では遠心力が強く働くんだよ。なるほどね。だから、赤道付近では遠心力が引力の効果を若干ながら弱めるため、重力は弱くなり、極地点では遠心力が弱いために若干ながらも重力は大きくなるんだ。じゃあ、地域によって体重が変わっちゃうのね。まあ、最近の体重計は地域による重力の設定がされているらしいから、実際はほとんど差異がないらしいけどな。体重計にそんな機能が隠されていたことにもびっくりだわ。第3位を発表するぜ。ついにトップ3まで来たわね。第3位の惑星は土星だ。土星か、確かに重力強そうだわ。あんなに大きい輪があるくらいだもんね。土星は太陽系惑星の中でも3番目に太陽から遠い星で、巨大かつ主成分がガスであることから木星型惑星に分類されている。英語名はサターンで、この名はローマ神話における農耕神サープルヌスに由来している。あ、サプルヌス知ってるわ。ネットサーフィンしてた時にサプルヌスの絵を見たのよ。ああ、ゴヤの絵画だな。ローマ神話におけるサプルヌスは、ギリシャ神話における主神ゼウスの父である時の神クロノスに相当する。将来、我が子に殺されるという予言に恐怖したサプルヌスが、我が子を食らったという伝承をモチーフに書かれた狂気の作品だな。引き迫る圧を感じるなかなかに怖い絵だったわ。話がそれちまったな。土星の話に戻るが、土星の直径は 9.45 倍、質量に至ってはなんと 95.124 倍にもなるんだぜ。大質量じゃない。さあ、気になる重力の方だが、ここまで大きな天体なら期待できそうよ。なんと地球の 1.02 倍だ。え？ 1.02 倍だ。いや、別に聞こえなかったわけじゃなくて。そんな程度の差しかないの？ああ、そうだ。というのも、確かに土星の大きさは地球の比ではないが、いかんせん質量が小さい。いやいや、地球の95倍以上にもなるんでしょう？そうだ。だが、土星は密度が小さすぎるんだ。その密度は地球の9分の1程度しかなく、その平均密度は水以下なんだぜ。水以下？じゃあ、土星は水にでも浮くっていうの？浮くらしいぜ。つまり、土星の密度は人参以下なのね。重力比っていうのは、2つの惑星の半径の比の2乗分の質量比で求められる。つまり、体積の大きい割に質量の小さな土星の重力は地球とほとんど変わらないのさ。なるほどねー。じゃあ、もし土星でジャンプしたとしても、地球上とあんまり記録は変わらないってわけね。だろうな。さあ、第2位を発表するぜ。惜しくも第2位に輝いた惑星は、太陽から最も遠い太陽系惑星の海王星だ。英語名はネプチューンで、これはローマ神話における怪人ネプチューヌスにちなんでいる。ギリシャ神話のポセイドンと同一視されている神だな。海王の名を冠しているくらいだもんね。直径に関しては地球の 3.88 倍あり、質量は地球の 17.14 倍ほどあるんだぜ。それで、重力の方はどうなの？海王星の重力は、地球の約 1.12 倍だ。まあ、そこそこの重力ね。もし海王星でジャンプしてみたとしたら、およそ40センチ程度だろうというシミュレーションが出ている。まあ、1.12 倍ならその程度よね。それよりも、海王星を含めた天王星型惑星では非常に面白い雨が見られるんだが、何が降るか知っているか？金とか銀とか？お、いい線いってるじゃないか。ほんと？あくまで想定ではあるが、実は海王星を含めた天王星型惑星では、ダイヤモンドの雨が降っているという可能性が示唆されているんだ。ダイヤモンドが、降る？ああ、というのも海王星の核を取り巻く物質にはメタンが含まれているんだが、このメタンは最近の研究によって十分な圧力と温度下で分解されれば、ダイヤモンドが生成されることが判明しているんだ。メタンがダイヤモンドにねー。もちろん実際に海王星に赴いてダイヤモンドの雨を観測したわけではないが、降るダイヤモンドの大きさは何百万カラットにもなるだろうと考えられているそうだ。なんですって？まあ、地球のような点から降り注ぐ雨というイメージからはほど遠いそうだがな。そんなこと関係ないわ。今すぐにでも海王星に行ってダイヤモンドを山ほど取ってくるわよ。正気か？さて、栄えある第1位の惑星は、地球の2つ隣に位置する木星だ。木星の英語名は確かジュピターだったわよね。平原綾香さんが歌っていたから覚えているわ。その通りだ。ジュピターはローマ神話における神ユーピテルに由来していて、ユーピテルはギリシャ神話における主神ゼウスに相当しているんだぜ。へえ、主神の名前を冠しているだなんて知らなかったわ。そして木星は主神の名前を冠するにふさわしく、直径は地球の 10.96 倍、質量は地球の 317.7 倍にも相当するんだぜ。質量えぐいわね。さて、気になる重力の方だが、その大きさなんと 2.36 倍だ。さすがに第1位は違うわね。つまり、地球上で 45kg 程度しかない人でも木星に降り立ったなら、鉄人としておなじみのマイク・タイソンの体重とほぼ同じくらいの重量を感じるだろうぜ。マイク・タイソンの体重を詳しく知らないけど、地球での慣れた自分の体重の2倍以上もの負荷がかかるんだもんね。ちなみに、他惑星でもしもジャンプしてみたらというシミュレーションによると、木星では20センチほどしか飛べなくなるそうだ。一気に低くなったわね。その強力な重力から、イオ、ガニメデ、エウロパ、カリストをはじめとした衛星を62個も保有しているぜ。62個も？これほど大きな質量、重力を有している木星なんだが、実は地球を守ってくれているというのを知っているか？木星が地球を？というのも、木星はその強い重力と巨大さから、太陽系外から飛んでくる水星や小惑星を自身に引きつけているそうだ。つまり、木星が壁になってくれているってこと？そういうことだ。木星と小惑星の衝突は、月に5回ほど起こっているらしい。結構な頻度じゃない。木星が存在してくれているおかげで、地球に隕石が衝突する可能性はおよそ8000分の1にまで減少しているんだそうだ。そんな特徴から、木星は太陽系の掃除屋、とも呼ばれている。木星様々ね。まったくだ、木星には足を向けて寝られないな。レイム、今回の解説はどうだった？そうね、太陽系っていうかなり近い存在の惑星なのに、案外知らないことも多いのねっていうことに気づいたわ。そうだな。尺の都合上、解説しきれない部分もあったが、太陽系惑星にはもっともっと驚くべき特徴がある。尺言うな。遠い遠い宇宙に目を向けるのもいいが、近いところに目を向けてみても案外面白いことがわかるかもな。そうね、調べてみてもいいかもね。じゃあ、ダイエット頑張れよ。あ、忘れてた。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。月ってさ、地球の衛星じゃない？そうだけど、突然なんだ、やぶから棒に。いや、衛星って月以外にもあるじゃない？月って衛星の中では、どのぐらい大きいのかなって。月の大きさを教えてもいいが、せっかくだから太陽系で大きい衛星を10個教えてやろうか？ぜひ、教えてほしいわ。実は月以外の衛星ってあんまり知らないのよね。じゃあ今日は、太陽系の衛星大きさランキングトップ10について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってね。それじゃあ、早速始めよう。太陽系の衛星大きさランキング第10位は、天王星の衛星、オベロンだ。大きさは直径約 1520km になるぜ。天王星の衛星がランクインね。まだ最初だから、どのぐらいの大きさか判断つかないわね。次の衛星を発表した時に比べてみてくれ。それじゃあ、オベロンについて詳しく説明していこう。まずオベロンという名前は、シェイクスピアの戯曲、夏の夜の夢に登場する妖精王の名前だ。オベロンに限らず天王星の衛星はすべて、ウィリアム・シェイクスピアか、アレキサンダー・ポープの作品にちなんで名付けられているぜ。統一性があると仲間って感じするわね。それにしても、妖精王の名前から取るなんて。天体の名前はどれも由来が壮大よね。天王星も正式名称はウラノスといって、ギリシャ神話の全宇宙の王の名前を採用されてるしな。オベロンは公転周期が約13日で、天王星の5大衛星内では最も遠方を公転しているんだ。その距離は 584,000km 離れていて、最も近い 129,900km のミランダと比べると、454,100km 差があるぜ。公転周期と自転周期が同じだから、天王星からオベロンの裏側は見えないことになる。これは後に説明する月も、同じ性質を持つんだぜ。そうなのね。他の衛星も同じ公転と自転なのかしら？それはランキングを見ていけばわかることだぜ。それでは、次は第9位、紹介していこう。太陽系の衛星大きさランキング第9位は、土星の衛星、レアだ。大きさは直径 1527km になるぞ。お次は土星からのランクインね。ホベロンと比べると 7km しか差がないわ。僅差で勝利だな。レアはフランスの天文学者、ジョバンニ・ドメニコ・カッシーニが、1672年12月23日に発見した衛星だ。ジョバンニは他にも土星の衛星を3つ発見してるぜ。大半が氷で形成されているためか、密度が低いのが特徴だろう。衛星の核を構成する岩石は全体の3分の1以下と見られているぜ。ほとんどが氷でできているなんて、とっても寒そうね。直射日光が当たる部分でもマイナス174度程度だそうだからな。人間が行ったら、あっという間に氷の彫像だろうよ。恐ろしいわね。もしレアに行くことになったら、マリサの魔法でなんとかしてね。攻撃魔法しかないから、使ったらレイムは黒焦げだけどな。じゃあ、遠慮するわ。さて、レアの話に戻るけど、公転と自転の周期は約4日12時間と、オベロンと同じ駆動機自転になっているな。土星には83個の衛星があって、8群に区別して分けられているんだ。レアはその中でも外大衛星群の所属になるな。名前の通り土星の中でも、大きいサイズの衛星をまとめた群だ。ここでも同期自転なのね。それにすごい衛星の数だわ。地球には月しかないのに。多ければいいってものでもないからな。それじゃ、次のランキングいこうか。太陽系の衛星大きさランキング第8位は、天王星の衛星、チタニアだ。大きさは直径 1577km になるぞ。9位のレアと比べると 50km の差があるわね。ここからは、どんどんスケールが大きくなっていくぞ。チタニアは、天王星の中で最も大きい衛星なんだ。そんなスケールにたがわず、名称も妖精の女王、タイターニアにちなんでいるぞ。発見者はウィリアム・ハーシェルだが、名前の提案をしたのはその息子であるイギリスの天文学者、ジョン・ハーシェルだ。オベロンも妖精王だったわよね。何か関連性があったりするの？オベロンも発見したのはウィリアム・ハーシェルなんだ。どちらとも、ウィリアムの死後にジョン・ハーシェルが命名してるんだぜ。だから天王星の名前には一貫性があるのね。そういうことだ。そろそろチタニアの話に戻そうか。チタニアの公転周期は 8.706 日で、自転周期は 8.71 日と誤差なんだが微妙にズレがある。ただ、本当に誤差のような違いだから、ほぼ同期しているようなものだな。チタニアには表面に二酸化炭素が存在して、そのことから季節性の薄い大気を持っていると考えられているんだ。チタニアは重力が弱いから、窒素やメタンなどの気体は存在できないとも考えられているから、大気は二酸化炭素のみで構成されていると考えていいんじゃないんだろうか。つまり大気はあるけど二酸化炭素だけの、めちゃくちゃ薄い大気ってことでいいのかしら？その認識で大丈夫だ。それじゃあ、次のランキング紹介していこうか。よろしくお願いするわ。太陽系の衛星大きさランキング第7位は、海王星の衛星、トリトンだ。大きさは直径 2707km になる。いきなり倍近くまで大きくなったわね。どんどんスケールが大きくなるって言ったろ？トリトンは海王星最大の衛星であり、海王星で初めて発見された衛星でもある。1846年10月10日に、イギリスの天文学者、ウィリアム・ラッセルによって発見されたぞ。太陽系の大型衛星の中で唯一、主惑星の自転と反対方向に公転する、逆行軌道を持つという特徴があるんだ。なんだか、初めてや唯一なんて、特徴が多い衛星なのね。名前的にも覚えやすいぞ。海王星の国際的な名称は、ネプトゥーヌスという海の神から採用されたもので、トリトンはネプトゥーヌスに相当するギリシャ神話の神ポセイドンの息子の名前だ。どの星でも関連性のある名前が付けられるものなのね。由来があっちこっちにあると、覚えにくいだろうしな。ちなみにトリトンは、海王星の発見から17日後に発見されてるんだぜ。早いわね。偶然なのかしら？準惑星の冥王星やエリスよりも、わずかに大きいサイズだからな。かなり目立っていたのかもしれないぜ。逆行軌道という特殊な特徴を持つが、公転と自転は同期していて約5日、21時間とされているぞ。惑星の周りのデブリで形成された場合、逆行軌道にはならないためトリトンは他の領域で形成されたことが考えられるぜ。宇宙を漂っているうちに、海王星の重力にキャッチされてしまったんだな。逆行軌道ってだけでそんなことがわかるのね。他にトリトンでわかってることってあるの？トリトンの西半球にはカンタロープ地形と呼ばれる場所があるんだ。これはカンタロープという種類のメロンと皮模様が同じことから付けられたらしいぜ。カンタロープ地形は奇妙な一連の裂け目と 30km から 40km のくぼみがあることが特徴だ。クレーターは少ないが、トリトンでは最も古い地形であると考えられているんだぜ。メロンから名前を取ったのね。そう聞くと、なんだか可愛らしく見えるわ。トリトンの話はこれぐらいかしら？第6位はどんな星なの？太陽系の衛星大きさランキング第6位は、木星の衛星、エウロパだ。大きさは直径 3122km になる。トリトンと比べるとだいたい 400km ぐらい差があるのね。レアとベロンの差が 10km 程度だったのと比べると、すごいスケールになってきたわ。やっぱり宇宙だからな。スケールは大きくないとだ。エウロパはガリレオ衛星と呼ばれる木星の4大衛星の一つだ。4大衛星の中では一番小さく、見かけの等級が 5.29 前後と比較的明るいので双眼鏡で観察できるのも特徴だな。へえ、そうなのね。天気がいい日にでも探してみようかしら。見つけたら教えてくれな。発見者はかの有名なガリレオ・ガリレイ。1610年1月8日に発見されてるぞ。名前の由来はギリシャ神話に登場するジュロスの王女、エウローペイから取られている。現在判明している天体の中で最も滑らかな表面を持っているから、ネーミングもそういった見た目からのイメージかもな。ツルツルしてるから王女様みたいってこと？マリサ、ちょっと変態みたいな考え方するのね。いや、私はそんなこと全く思ってないぞ。そんなことより、解説の続きをするぜ。エウロパも公転と自転が同期していて、約3日13時間の周期で回っているんだ。それと表面が滑らかって話をしたが、地下に水の海があるんじゃないかって仮説が提唱されているぜ。しかもその海には、生命体がいるって仮説付きだ。へえ、ロマンあふれる衛星なのね。今回はランキングの紹介だから深く掘り下げないが、機会があればもっと深く紹介していきたいな。それじゃあ、そろそろ5位の紹介いいかしら？太陽系の衛星大きさランキング第5位は、地球の衛星、月だ。大きさは直径 3475km になるぜ。待ってました。エウロパと比べて 350km ぐらいの差かしら？そうだな。地球唯一の衛星であり、人類が地球以外に到達したことのある唯一の天体でもあるな。白色に光って見えるのは、実は太陽光を反射したものなんだぜ。そうなの？それじゃあ、太陽は夜でも月を通して地球を照らしているのね。そういうことになるな。自転と公転周期は同期していて、約27日7時間になるぞ。数値を聞いてピンときた人もいるかもしれないが、昔は暦として使われていたこともあった。月の満ち欠けを元に決めた暦を太陰暦、それに太陽の動きを追加した暦を太陽太陰暦と呼ばれているぞ。2021年現在の日本では、グレゴリオ暦を使用しているが今でも太陽太陰暦を載せているカレンダーもある。月は私たちの生活に密接に関わっている天体なのね。ああ、それ以外にも月齢が精神的な事象に関わっているという説があったり、竹取物語や古事記だったりの物語に登場することもあるしな。有名なアポロ計画では、ニール・アームストロング船長が1969年7月20日に月面に降り立ったんだ。降りた場所は静かな海と呼ばれている場所で、月で餅つきをしているウサギの顔部分に相当するぜ。次の満月の時にでも見てみるわね。じゃあ、第4位行ってみましょうか。太陽系の衛星大きさランキング第4位は、木星の衛星、イオだ。大きさは直径 3643km になる。爆発系の全体攻撃ができちゃいそうな名前ね。月とは 170km ぐらいしか変わらないのね。名前はギリシア神話の女神が由来だから、某国民的 RPG は関係ないけどな。イオはガリレオ衛星の一つで、最も木星の内側を公転しているのが特徴だ。公転と自転周期は同期していて、約1日18時間とかなり速い速度で動いているんだ。その速度は一晩の観測で、動きがわかるほどなんだぜ。そんなに速いのね。それじゃあ、天体観測初心者でも楽しめそうね。見かけの等級も 5.02 程度だから、観測もしやすいんじゃないか？イオは天文学の発展に大きく貢献した天体でもあるんだ。1610年1月にガリレオ・ガリレイによって発見されたんだが、この発見で地動説やケプラーの法則の発展につながったんだぜ。特に地動説が後押しされたのは、人類にとってパラダイムシフトになったのではないかと思う。ただ大きいだけじゃなくて、人類の発展に大きくつながった衛星なのね。ランキングが上位になるにつれて、話題の規模が大きくなってる気がするわ。それは多分たまたまだけどな。それじゃあ、次のランキングに進もうか。お願いするわ。いよいよトップ3の紹介ね。太陽系の衛星大きさランキング第3位は、木星の衛星、カリストだ。大きさは直径 4821km になる。トップ3になって、大きさも一気にランクアップしたわね。カリストはどんな衛星なのかしら？カリストはガリレオ衛星のうちの一つで、最も外側を公転している衛星だ。公転と自転は同期していて、約16日16時間となってるな。同じガリレオ衛星でも、イオと比べると全然公転速度が違うわね。それぐらい距離が離れてるってことかしら。距離が遠ければ、それだけ回るのに時間がかかるだろうからな。実はカリストは太陽系の天体の中で最も古いとされていて、表面は多数の天体が衝突したクレーターで覆われているんだ。おかげで多重リング構造、鎖状に連なったクレーター、断崖と様々なクレーターで地表は形成されてるぞ。エウロパはツルツルしてるのにね。ガリレオ衛星は衛星ごとの特徴が顕著に思えるわ。そうだな。ガリレオが4つ見つけたからまとめられているけど、衛星としての歴史は全く関係ないからな。カリストの特徴として、ガリレオ衛星の中で木星からの過電粒子が最も小さいんだ。過電粒子の流速はエウロパと比較すると300倍も低いんだ。300倍って聞くと相当低いわね。いろんな意味で規模が大きい衛星だったわ。それじゃあ、そろそろ第2位の紹介しようか。そうね、どんな惑星かしら。なんて言いたいけど、実は少し予想がついてるの。ほう、じゃあ先にレイムの予想から聞いてみようか。当たってたら、アイスクリームおごってね。私の予想は、ズバリ土星の衛星タイタンよ。おお、すごいなレイム、大当たりだ。ほんと、やったわね。太陽系の衛星大きさランキング第2位は、土星の衛星、タイタンだ。大きさは直径 5150km になるぞ。タイタンは大きいから絶対ランクインしてると思ったのよ。前にタイタンは動画でも解説していたしね。タイタンは土星最大の衛星でもあるからな。公転周期は約16日で、他の衛星と同じく自転は同期しているぞ。太陽系の衛星の中で、唯一濃い大気を持っていることも特徴だな。大気は窒素を中心に、メタン、エタンなどの物質で形成されている。大気があるなら、天気とかもあるのかしら？水ではないが、液体メタンの雨が降ることがカッシーニ探査機の調査で判明しているぞ。他に液体メタンとエタンで作られた湖や海が観測されていることから、タイタンでは液体メタンとエタンが地球での水と同じ役割を果たすのではないかといった推測もされている。今のところ人間は住めそうにないけど、液体があるのはすごいんじゃない？もともと興味があったけど、地球からは見えるのかしら？肉眼では無理だが望遠鏡や、強力な双眼鏡を使えば観測可能だ。ただ普通に観測するだけだと、土星本体の明るさで観測困難な状態になってしまうから、遮断棒を使っての観測が推奨されているぞ。タイタンの見た目の等級は 8.0 から 9.0 と、あまり明るい方ではないからな。そうなのね。でも、望遠鏡を使って見られるならよかったわ。それじゃあ、そろそろナンバーワン、教えてもらおうかしら？よし、栄えある太陽系の衛星大きさランキング第1位は、木星の衛星、ガニメデだ。その直径は 5268km で2位のタイタンとは約 100km の差、10位のオベロンとは約 3700km の差があるぞ。オベロンと比べるととんでもないわね。ガニメデに関しては惑星を含めても、9番目に大きいほどだからな。もちろんガニメデもガリレオ衛星の一つで、衛星の中でも唯一磁場を持っている天体でもあるんだ。公転と自転は同期していて、7日と3時間の周期で回っている。惑星含めて9番目ってすごいわ。他にガニメデのビッグなエピソードってないの？もちろんあるぞ。ガニメデにはファローと呼ばれる溝状の地形があるんだが、これは半径約 150km の小惑星がぶつかってできたクレーターだと言われているんだ。その大きさは半径 7800km とされていて、太陽系内で最大規模だと推測されてるぜ。惑星を超えてクレーター部門でも1位取っちゃったわね。ガニメデは地球からは普通に見えるのかしら？見かけの等級が46だから、双眼鏡でも天気が良ければ観測可能だぜ。それは嬉しいわね。それじゃあ、そろそろまとめといきましょうか。今回は太陽系の衛星大きさランキングトップ10を紹介したぜ。霊夢的には全部知ってどう思った？結構偏りがあった気がするわ。名前が出てない惑星もあった気がするし、半分ぐらい木星だったような感じもするしね。集計してみたが木星4個、土星2個、天王星2個、地球1個、海王星1個だな。確かに火星や冥王星といったあたりの衛星はランクインせずだ。ちなみに水星と金星は衛星がないからな。上位はほとんど木星だったことを考えると、木星の圧勝って感じするわ。大きさ以外だと、どんな結果になるのかも気になるわ。また機会があれば、違うランキングもやってみたいな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ？私ずっと前から気になっていたんだけど、地球には高い山がいっぱいあるじゃない？そういった山って他の惑星でもあるのかしら？面白いところに着目しているな。そのことについてはいくらか知っているから教えてやろうか？ほんと、マリサは何でも知っているわね。何でもじゃないぜ。よし、霊夢のために今日も気合を入れて説明していくか。よろしくお願いします。今日は、太陽系に存在する高い山ランキングトップ10について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。それじゃあ早速、太陽系に存在する高い山のランキングといきたいんだが、定義がばらついてしまうとちゃんとしたランキングにならないから、まずは山の高さの定義について見ていくぜ。確かにそこはちゃんと決めておかないといけないわね。それに、そもそも山の定義なんて知らないから教えてほしいわ。教えてやるぜ。まず、地球上での山の高さは一般的に海面を基準としているんだ。だけどこの基準っていうのは他の惑星では通用しない可能性があるから、今回は別の基準を作らないといけないぜ。なんで海面を基準にできないの？他の惑星では地球みたいな海がないからね。そうなんだよ。地球以外の惑星は、海と呼ばれる場所があったとしても、それは水がある海ではなく、地形から呼ばれていたりすることが多いんだ。だから今回のランキングは海面を基準とはせずに、山のふもとから見た頂上の高さを基準にしながら見ていこうと思うぜ。やっぱり宇宙は私が想像もつかない環境なのね。そんな環境の中でどんな山たちがあるのか楽しみだわ。ちなみに例として、地球上のハワイにあるマウナケアさんを取り上げると、この山は地球基準の海面からの高さで見ると、4205メートルなんだ。だけど、今回の山のふもとから見る、という基準で見ると高さは10203メートルになるぜ。そんなに違うのね。4000メートル超えでも十分高いと思っていたけど、ふもとから見ると10203メートルにもなるなんて、全然変わってしまうから驚きだわ。でも今回は地球だけのランキングじゃないから、こういう考え方で見ていくのね。それじゃあ今回のランキングにおける山の高さの基準を分かってもらったところで、早速ランキングに入っていこうか。わかったわ、楽しみだから早く教えてちょうだい。10位はオベロンのクレーターだぜ。正式名称は付けられていないんだ。ちなみにこの山は天王星の衛星、オベロンに存在する山だぜ。霊夢は天王星って名前だけは聞いたことあるだろ？そうね。でも聞いたことがないからどういった惑星なのかは全くわからないわ。軽くでいいから紹介してくれないかしら？しょうがないな。天王星は太陽系第7惑星だぜ。そして天王星は海王星と同じようにガスが充満しているんだ。ちなみに、天王星の大気は 83% が水素で埋め尽くされているぜ。いわゆるガス惑星ね。その通りだ。天王星についてはこの辺にして、山について見ていくぜ。そうだったわね。それじゃあランキングの続きお願いします。話を戻すと、このオベロンっていうのは天王星の周りを回っている衛星の一つで、その中でも2番目に大きいと言われているんだ。オベロンは天王星とは違って、氷と岩石で構成されているぜ。氷と岩石で構成されてるって結構厳しそうな環境なのね。環境は相当厳しいだろうな。そんなオベロンに昔、小惑星が衝突してしまったんだ。その時にクレーターができたんだけど、そのクレーターがとてつもなく巨大だったんだな。そりゃあ小惑星が衝突したら、ちょっとしたクレーターができるくらいでは済まされないでしょうね。ちなみにまだ聞いてないんだけど、このオベロンのクレーターはどれくらいの高さなの？このオベロンのクレーターは11000メートルだぜ。だから最初に紹介したハワイのマウナケアさんと比べてもちょっと高いぜ。10位ですでに1万メートルを超えてくるのね。そうなったら上位はとてつもない高さになってしまうのかしら。それは後々のお楽しみだぜ。だがこれで太陽系全体で見ると地球の山はまだ小さい、ということが思い知らされるよな。ということで次の順位に行くぜ。9位はアルシア山と言われる山だ。アルシア山って名前だけ聞けば普通に地球上にありそうだけど、この山はどこの惑星にあるのかしら？アルシア山は火星に存在する山で、その中でも赤道付近にあるタルシス台地に山が3つあるんだ。その山々はタルシス三山と呼ばれていて、どれもとてつもない高さを誇っているんだ。そして、アルシア山はタルシス三山の一角として存在しているぜ。なんかタルシス三山ってかっこいいわね。それで、この山はどれくらいの高さを誇っているのかしら？アルシア山は11700メートルの高さがあるぜ。だからさっきのオベロンのクレーターと比べると700メートルの違いがあるな。ちなみにこのアルシア山の近くにアルシア谷と言われている谷も存在しているんだけど、この谷はめちゃくちゃ起伏が激しいらしいぜ。そうなのね。火星ってことはまだ行ける可能性がありそうだから、チャンスがあれば一度見に行ってみたいわ。確かに行けるかもしれないな。次は8位の紹介だぜ。8位はエリシウム山と言われる山だ。この山は火星に存在する山で、高さ12600メートルの高さだぜ。また火星の山なのね。ということはこの山もさっき言っていたタルシス三山のうちの一つなのかしら？鋭い考え方をしているな。だけど残念なことにこの山はタルシス三山とは関係ないんだ。というのも、エリシウム平原と言われる広大な平原があるんだが、この平原には今でも活動している火山地帯が存在している。そのエリシウム平原の北側に存在する火山地帯は標高が高い山々が連なっているんだが、その中の一つがエリシウム山ってわけだな。なるほど。やっぱり火山地帯って結構高い山たちが連なっているのね。でもそう考えると、このエリシウム平原の火山地帯が後々のランキングで出てくる可能性もあるのかしら。もしかしたらあるかもしれないぜ。ちなみにこの山は1972年の探査の時に発見されたみたいなんだ。見つかったのは結構最近なのね。でも実際に見つけて標高も導き出せるって、現代の技術はすごいわ。確かにすごいな。7位にランクインした山は、イオニア山東方だぜ。それでは問題だ。このイオニア山東方は太陽系の中で、どの惑星に存在する山でしょう。急な問題すぎて何も考えていなかったわ。これも名前的に地球にありそうな名前だけど、さっきも違ったのよね。となると、考えても無駄だから木星らへんじゃない？おお、よくわかったな。このイオニア山東方は、太陽系で5番目に位置する木星の衛星に存在する山なんだよ。ちなみに木星のことをあまり知らない人向けに軽く説明するが、木星の主成分はガスでできていて、大きさ、質量ともに太陽系の惑星で最大を誇っているぜ。ガスなのに質量が太陽系で最大？なんか天文学者とか科学者的には当たり前の話なんでしょうけど、一般人からしたらガスが重いなんて考えつかないわ。まあそんな木星の周りにイオという衛星が回っているんだが、このイオに火山が存在しているんだ。イオって言ったらドラゴンクエストしか出てこなかったわ。多分全く関係ないんでしょうけど。関係あるらしいぞ。というのもイオという技名は、この衛星の名前が元になっているみたいだぜ。そして霊夢は何気なくスルーしていたが、地球以外で火山が発見されたのはイオが初めてなんだ。あら、そうだったのね。地球には当たり前のように火山があるから、他の惑星にも普通に火山が存在しているのかと思っていたわ。実はあまり発見されていないんだ。そしてその各火山のうちの一つに、今回ランクインしたイオニア山東方が含まれているってことだぜ。ちなみにこのイオニア山東方は、地球で最も高いと言われているエベレストの 1.5 倍である、12000 メートルと言われているぞ。エベレストの 1.5 倍か。数値だけ言われるとあまり現実見なかったけど、エベレストの 1.5 倍って言われると相当高く感じるわ。でもこれが7位だから、これからもっと高くなるんでしょうね。ああ、どんどん高くなっていくぞ。6位にランクインしたのは、これまた木星の衛星であるイオに存在しているエビア山脈という山だ。これらの山も火山だから、イオにはたくさんの火山が存在しているということがわかるな。確かにさっきの山も火山だったものね。これだけ火山がたくさんあるということは、何かしらの理由がありそうだわ。まあ仮説は立てられているんだが、今回のランキングとは関係ないから今回は省略するぜ。ちなみにこの山脈の高さを言うと、1300メートルから13400メートルだな。なんで振れ幅があるのかは山脈だから高いところと低いところがあるってわけだ。じゃあ一番低いところで11300メートル、一番高いところで13400メートルというわけね。一番高い場所が13400メートルというのも驚きだけど、一番低いところでも11300メートルの高さってすごいわ。ほんとだな。それじゃあ次は、5位にランクインした山について紹介していくぜ。5位に入ったのはアスクレウス山と言われる山だ。なんかかっこよさそうな名前をしているわね。ちなみにこの名前は絶対に地球だと思うんだけどどうかしら？霊夢、お前さっきの話聞いていたか？私はさっきのイオニア山東方の時に、イオニア山東方は地球で最も高いと言われているエベレストの 1.5 倍もあると言っただろ？ということは、すでに地球上に太陽系と戦える高さの山は存在していないんだ。あ、そういえばそんなこと言ってたわね。これは失敬。しっかりしてほしいぜ。ちなみにこの山は9位で紹介した、アルシア山と同じタルシス三山のうちの一つなんだ。高さは18100メートルで、タルシス三山の中で最も高い山となっているぜ。いきなりめちゃくちゃ高くなったわね。ちょっとびっくりしちゃった。急に5000メートルくらい高くなったからな。無理もないと思うぜ。次に4位にランクインした山を紹介するぞ。4位にランクインした山はボーサウレ山脈と言われる山々だぜ。また変わった名前の山ね。この山も火星だったりするのかしら？いや、ボーサウレ山脈はさっきも何度か紹介した、木星の第一衛星であるイオに存在しているんだ。まあイオはさっきも言ったが火山活動が活発だから、こういった高い山がたくさんできるんだろうな。ちなみにボーサウレ山脈の高さは 17,500 メートルから、18,200 メートルだから、さっきのアスクレウスさんと僅差だぜ。ほんと僅差ね。でも一番低い高さでも 17,500 メートルって考えると相当高い山脈ってことがわかるわ。3位にランクインした山は、土星の衛星の一つであるイアペツスという、直径が 1346km ある衛星の赤道上に存在しているんだ。思ったけど尾根って何？尾根っていうのは山脈みたいに山が連なったものと思ってくれていいぜ。ちなみに、この尾根の高さは約2万メートルだ。なんでこんな高くなったのかというと、自転の速度が急に遅くなった時の慣性で隆起したと言われているぜ。そんなことが起きるのね。本当宇宙って何が起こっているのかわからないわ。2位にランクインした山はオリンポス山だな。この山は火星で最も高い山と言われていて、2011年までは最も高い山だったんだ。だけど次に紹介する山の高さが判明したことにより、1位の座を下ろされてしまったんだな。それはかわいそうね。でもこの山の高さはものすごい高いんでしょ？オリンポス山は 21,900 メートルだから高いことには変わりないぜ。ちなみに頂上にあるカルデラには、富士山がすっぽり入るみたいだ。でかすぎだわ。そして見事1位の座に輝いたのは、レアシルビアの中央級だぜ。なんかすごい名前ね。これはまたイオとかにあるのかしら？それが、この中央級は惑星と認められていない小さい星に存在するんだよ。一応名前はあって、ベスタと呼ばれているんだが、直径で 530km くらいしかない星なんだ。だけどそこには太陽系の中で最も高い山が存在しているんだ。それはなんかすごいわね。そしてこの山はクレーターの一部と言われていて、クレーターの直径は 500km あるから相当でかいぜ。そもそもベスタの 90% を占めるほどの大きさだ。ちなみに高さは 22,000 メートルだから、本当にオリンポス山といい勝負だぜ。ほんとだわ。やっぱり太陽系はとてつもなく高い山がたくさんあるのね。ちょっと甘く見ていたわ。太陽系の山に焦点を当ててみたけど、どうだった？太陽系の山は地球の山とは比べ物にならないほど大きいのね。どれも地球最高峰のエベレストを軽く超えているわ。山はこれからも成長していく可能性があるからな。今はこの順位でも数百年、数千年の時を経たらもしかしたら順位が変わっている可能性も十分あるな。その可能性もあるのね。私たちは生きてないからわからないかもしれないけど、その成長は楽しみだわ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。太陽系には惑星が8個あるけれど、地球ってどのぐらい大きいのかしら？そうだな。普通に教えてもいいが、他の惑星も合わせてランキング形式で紹介するなんてどうだ？いいわね。楽しそうだわ。じゃあ今日は、太陽系惑星の大きさランキングについて解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。第8位は、太陽系で最も小さく一番太陽に近い惑星、水星だぜ。その直径は約 4879km だ。木星の衛星ガニメデや土星の衛星タイタンよりも小さく、地球の 40% ほどしかない。見かけの等級は -2.4 等級と明るいので、道具なしでも観測可能だぜ。水星なのに青くないのが面白いわよね。でも水ってついているんだし水があったりするのかしら？水星は太陽に近いこともあり、平均温度が167度と非常に高温なんだ。太陽の直射を浴びた時は、最大400度にも達することもあるらしいぜ。気温が常に100度を超えているので、液体は存在していないと考えられるな。水って名前が全然似合わない惑星ね。さらに、水星には大気がほとんどないんだ。だから大気中の物質が熱を吸収して温度を上昇させる、温室効果が働かないとされているぜ。温室効果があったら、もっと熱い惑星になっていたかもね。そうだな。さらに、水星には面白い特徴があるんだ。何かしら？水星の1日はなんと水星の2年あるんだぜ。どういうこと？水星の公転周期、つまり水星の1年は約88日だ。また、自転の周期については約59日ということがわかっている。このことから水星の1日、つまり太陽が水星の空を一回りする時間を計算してみると、水星の1日はなんと水星の2年、地球の176日分あることがわかるぜ。それじゃあ、1日中夜の日が存在するってことかしら？そうなるな。88日間は昼まで太陽が照りっぱなし、そして次の88日間は夜で太陽は全然姿を見せないんだぜ。北極と南極に近く深いクレーターの中には太陽光が当たらない永久影となる部分があり、温度が-170度以下に保たれている。表面は高温にさらされている水星だが、ここには水の氷の存在が確認されているんだぜ。随分と極端な天体だよな。なんだか砂漠みたいな惑星ね。昼間は灼熱だけど、夜は極寒なんて。もし水星に人類が行くとすれば、自動で温度調節をしてくれるハイテクスーツが必要になりそうだぜ。人類が水星に降り立つのは、まだまだ先になりそうね。第7位は、生命やら移住やらで何かと話題になりやすい惑星、火星だぜ。直径 6794km 程度だから、地球の半分ぐらいの大きさなんだが、自転周期が 24.7 時間で地球とほぼ同じだ。さらに、北極と南極に氷やドライアイスで覆われた場所があったり、衛星があったりと地球に似ている点があることが特徴だな。今も NASA の探査機が稼働しているものね。2021年に降り立ったパーサビアランスのことだな。火星のサンプル採集プロジェクト MSR 計画や、JAXA がフランスと協力して、火星の衛星フォボスからのサンプルリターンミッションなどの計画も進んでいて、おそらく一番探索されている惑星だろう。火星の衛星はフォボスだけなの？いや、ダイモスって衛星もあるな。計2つあるのね。地球と似ているってことは、火星の気温も地球と同じぐらいなのかしら？平均気温がマイナス63度だな。火星も水星と同じく大気が希薄だから、温室効果がないんだよな。今は住みやすい地球でも、大気がないとどんどん冷えていって、平均マイナス19度になると考えられているんだぜ。寒いわ。そう考えると大気による温室効果って大事なのね。火星に行けたとしても作物も育たないし、動物だってほとんど死んでしまいそうね。紫外線も降り注ぐしな。大気はとても大事なものなんだぜ。続けて第6位は、地球の少し内側を公転する惑星、金星だ。明けの明星や宵の明星とも呼ばれている金星は、直径 12,104km で、地球に最も近い大きさだぜ。ってことは、第5位の予想ができてしまったわ。密度も地球とかなり近いんだが、唯一表面温度だけが大きく異なる。表面温度はそんなに違うの？金星は地球よりも熱い大気に包まれているんだが、その成分のほとんどが温室効果を持つ二酸化炭素で構成されているんだ。大気のせいで表面温度は灼熱の状態で、太陽に一番近い水星をはるかに超えた平均温度約464度にまで達しているぜ。平均温度なのに、水星の最高温度を超えているじゃない。特大クーラーが必要になりそうだわ。どれだけ大きいクーラーを作る予定なんだよ。さらに日本初の人工衛星暁が、金星にはスーパーローテーションと呼ばれる秒速100メートル以上の風が吹いていることを解明した。秒速100メートル以上ってやばくない？気象庁が表す台風の階級で、非常に強い台風と表現される場合でも、秒速44から53メートルだから、秒速100メートル以上は、異次元な暴風ということだな。金星が地球に似ているっていうのはサイズ感とかだけで、環境は全くの別物ね。あと金星の特徴として、自転速度がかなり遅く、243日かけて1回転しているんだ。さらに自転の方向が他の7つの惑星とは反対向きで、金星では太陽は西から昇り東に沈むんだぜ。そうだったの？金星だけ自転の方向が逆なんて不思議なんだけど、理由はわかっているの？残念ながら理由は明らかになっていないんだ。金星の謎ってことね。第5位は私たちの住む青い惑星、地球だぜ。直径 12,756km で、太陽系で唯一生命体が存在している惑星だな。自転周期と公転周期はわかるか？さすがにそれくらいわかるわ。バカにしないでよね。自転周期が24時間で、公転周期が365日でしょ？正解だが不正解だ。へ？正確には、自転周期は23時間56分、公転周期は365日5時間48分46秒だな。せこいわ。自転周期も公転周期も微妙にずれているんだね。そうなんだぜ。ウルード氏やウルー秒を用いることで暦のずれをカバーしている。ズレもしっかり計算してるなんて、暦を考えた人は天才ね。そうだな。そして、地球は岩石や金属などの物質から構成されていることから、岩石惑星と呼ばれているんだ。岩石惑星は水星、金星、地球、火星の4惑星が当てはまるんだが、これらを地球型惑星と呼ぶんだぜ。あら？その惑星たちって、もうランキングに登場しているわよね？その通りだぜ。地球型惑星は、質量が小さく密度が大きいという特徴を持っているんだ。他に共通する特徴として、水やメタン、二酸化炭素が氷で存在できない領域で形成され、恒星に近い場所で誕生しているぜ。確かにどの惑星も太陽に近いわね。地球だけにある大きな特徴としては、大気の成分に酸素が 21% 含まれている点だ。残りの成分は窒素が 78% で、現在は二酸化炭素の成分の比重が多くなってきているぜ。温暖化問題ね。もともとは 0.03% 程度だったが、0.04% 強まで上がっているそうだ。年々暑くなってきている気がするし、どうにか対策していきたいわね。第4位は、太陽系の惑星の中で最も外側を公転する惑星、海王星だぜ。直径は 49,528km で、地球の約4倍近い大きさを持っているんだ。5位の地球と随分差が開いたわね。海王星は天王星型惑星といって、メタンやアンモニアを含む氷や液体の水で構成されている惑星なんだ。構成している物質の差で大きく差が出ているんだぜ。太陽から約45億 km 離れていることもあり、太陽光はほとんど届かず、平均温度もマイナス200度と非常に低温な世界だ。太陽の光がないと、太陽系は熱がなくなってしまうのね。水星も太陽の光が届かないときは、マイナス170度まで冷え込んでしまうし、その分いい点もあるんだ。海王星という名前通り、深い青色が魅力的な惑星だぜ。深海のような色で、まさに名は体を表すって感じだな。宝石みたいに美しいわよね。惑星はどれも綺麗だけど、海王星は美しいって言葉がぴったりだわ。そうだな、太陽から離れていることもあり、公転に約165年かかるんだが、自転周期は16時間とかなり短いんだ。距離が遠く、見かけの等級は8等級程度なので、目視で発見することはできない。海王星を見たいときは、望遠鏡を使えば観測可能だぜ。165年って、人生2周しちゃうわよ。いよいよ、ベスト3の発表だ。第3位は、真横に自転する不思議な惑星、天王星だぜ。直径は 51,118km で、海王星よりもやや大きいぐらいだ。公転周期は84年と、海王星の半分の時間で一周するぜ。自転周期は海王星と同じく、地球より短い17時間周期で回るんだ。なんだかツルツルしていて、触り心地が良さそうな惑星ね。天王星は、ガスやメタン、アンモニアといった氷から形成されているんだ。ねえねえ、氷って水が凍ったものじゃないの？地球上ではな。天文学ではメタンやアンモニアでも氷と言うんだぜ。そうだったの？いい勉強になったわ。内部も岩石と氷からなる核のほか、水やメタンが含まれる氷からなるマントルで構成されている。氷だらけじゃない。見た目の色も氷っぽいし、氷惑星と言っていいわね。それから、天王星を語る上で外せないのは、横倒しになった自転軸だな。あら、ほんとだ。横倒しになった原因は判明していないが、星が完成されていない時期に天体が衝突して、その影響で横倒しになった説や、遥か昔巨大衛星が存在していて、その引力の影響を受けたからという説もある。いろいろと不思議な惑星ね。天王星も距離があるみたいだし、目視は不可能かしら？いや、天王星は見かけの等級が 5.3 等級で、ギリギリ肉眼で見ることが可能なんだ。ただし、暗い空である必要があるけどな。今度、空が暗い時にチャレンジしてみようかしら。第2位は、和でおなじみの土星だぜ。土星、イコールリングのイメージしかないわ。直径 120,536km で、その大きさはなんと地球の10倍近くあるんだ。意外とでかいのね。和に気を取られていて、サイズとか考えてなかったわ。土星は水素やヘリウムで包まれたガス惑星でもあり、密度は地球の8分の1となっているぜ。地球よりもはるかに大きいのに、スッカスカじゃない。土星が入るほどの海があるかわからないが、水に浮くほどの軽さを保っているらしいぜ。水に浮かぶ土星。想像するだけでシュールすぎるわ。見かけの等級はマイナス 0.5 等級で、肉眼での観察も可能だ。公転周期は29年で、自転周期は10時間ほどだな。太陽までは 9.5 英雄離れていることから、平均気温はマイナス130度と極寒になっているぜ。改めて、地球って奇跡的な惑星であることを思い知らされるわね。土星といえば、やはり周囲を覆う輪が特徴的だよな。実はこの輪は氷の粒でできていて、現代までの調査の結果からかなり細かく分類されているんだ。リングの起源は分かっていないが、約40億年前の後期重爆撃機に起きた大規模な衝突の影響で破壊された衛星の塵という説が有力だぜ。衛星の残骸って考えたら悲しくなってきたわ。そして、いよいよ1位の発表だ。太陽系で最も大きい惑星は、残ってるのは木星だから、木星ね。先に言うなよ。まあいい。木星の大きさはなんと直径 142,984km だぜ。地球の11倍以上も大きいのね。14万 km というと、どれくらいの長さかわかるか？イメージつかないわね。身近な感じがしないし。一般的に自動車の買い替え目安だと言われる走行距離が、約14万 km だ。木星の端から端まで直線で進もうとすると、1台の自動車が寿命を終えてしまうということね。公転周期は約12年で、自転周期は9時間と、地球の半分以下の時間で自転しているぜ。太陽までの距離は 5.2 英雄ほど離れている。平均気温はマイナス121度で、太陽との距離は気温に大きく影響していることがわかるな。木星っていろんな色が混ざっていて不思議な惑星よね。崖とかの断層図が思いつくわね。色が変わっているのは、木星が常時雲に囲まれているからなんだ。雲は部分ごとに異なる流れをしていて、明るい帯と暗い帯に分けられているぜ。特に赤道周辺は強い遠心力がかかっていて、時速 500km を超える風が吹いているらしい。見た目からはわからないけれど、常に嵐のような風が吹き荒れているのね。太陽系惑星の大きさランキングは以上だ。全体を見て地球型惑星よりも、木星型惑星が上位に来る結果になったな。一番小さい水星と一番大きい木星を比べると、30倍以上の差があるんだぜ。30倍ってやばいわね。同じ惑星なのに、ここまで差があるのは面白いよな。水星に木星が近づいてきたら、あっという間に吸い込まれてしまいそうね。一番大きい木星と太陽だと、どのぐらい大きさが違うのかしら？さすがに惑星と恒星だと比較にならないぜ。太陽の大きさは直径139万2000km で、なんと地球の約109倍だ。109倍。太陽系の惑星すべてに重力の影響を与えている、まさに太陽系の中心と言える存在だぜ。そうね。太陽系にある惑星の大きさをすべて足すと約40万1027km になるが、それでも3倍近く差があるんだから驚きだよな。恒星と惑星の越えられない壁を思い知らされるぜ。とんでもない大きさだわ。大きさだけじゃなく、表面温度も約6000度と半端じゃないぜ。炭素や鉄などの物質も気体になってしまうほどの高温なんだ。あの鉄が気体に？太陽恐るべしね。地球から太陽までの距離はおよそ1億4960万kmと、ジェット旅客機でも20年近くかかるほど、遥か遠くに存在している太陽だが、私たち人間が暖かさを感じるほどの光を地球に届けているからな。暖かさと光をありがとうございます。だが、そんな太陽をも上回る恒星があるぜ。ここまで見てきたランキングでも、宇宙のスケールの大きさが感じられたっていうのに、それを超えるって？現在宇宙で最も大きい恒星とされているのは、スティーブンソン2の18という恒星だ。一体太陽とどれだけ大きさが違うのかしら。なんとその大きさは太陽の約2150倍にも上る。地球の109倍が太陽、その2150倍がスティーブンソン2の18。冷静にでかすぎて怖いわ。もしこの星が太陽の位置にあったら、地球は愚か土星までも飲み込んでしまうほどの大きさだぜ。怖い怖い。ほんと、私たちの中心が太陽でよかったわ。さて、太陽系惑星の大きさランキングはこれで以上になるがどうだった？水星が思っていた以上に小さくて驚いたわ。それと、土星が2位だったのも意外だったわね。木星が1位なのは想像できる人が多かったと思うけどな。惑星の大きさランキングで、予想が全部的中した人はすごいと思うぜ。天王星と海王星あたりは間違えてしまう人が多そうな印象だわ。いくつ正解できたかコメントで教えてくれよな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。